審査員の方、準備はよろしいでしょうか。はい、じゃあ続きまして、南根区平島委員検証委員会によります、検証票混流し功績を次世代へ継承するです。では、発表の方、よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。おはようございます。南根区のプレゼンを始めます。で私、民生委員担当で中村と言います。後ろの方は区長さん、それから区民の方、手伝ってもらっております。発表者は、紹介します。大田区中学校1年山城凛奈です。大田区中学校1年荒垣美希です。よろしくお願いします。皆さんの地区にお誇りにできる方の銅像とか顕彰碑がありますか？南城市社敷地区には有名な昭和史の話がありますね。当南根区にも大正時代奄美機械島の指揮者平島さんが大変な貢献をされたと区の歴史にあります。私たちは功績を調べ尋ね歩き検証費を混流して長く語り継ぎたいと思います。区の発展にどう貢献されたかの歴史とは責任報告してあります。平島氏は強い指導力を持って区民の生活上に力を尽くしました。こちらの方をちょっとご覧ください。まず平島氏は奄美の喜界島の出身です。でそれが九州の方の医学の学校を出て、それから大里の方で病院を開業しました。それが大正6年、ちょうど100年前の話ですね。そういう歴史があります。でどういうことをされたかというと、で共同購買組合、これも戦前の当時、大正時代の話ですけれども、今の農業組合、それの前身だというふうに考えてください。それから何年か後に農協ができたというような形で前にできたということですね。それからどういうことをされたかというと、共同浴場ですね。そしてバッタニアといった織機を導入して工場を建て織機を導入しました。これは当時は沖縄の上皇さんといって大阪とか行きますけれども、そういうことがないように副業をするということでやっております。でその他、共同井戸がありますけれども、プロその井戸の上に蓋をして危険防止のために大切な水を守っております。その井戸は今でも残っております。そういうことをやっております。はい、どうぞ。公民館広場を利用し共同購買組合を立て縦織り機を設置し駆除しの浴業を奨励しました。大衆浴場を設置しました。公衆井戸の上をコンクリートの蓋をし毎日の生活に大切な水の安全を高めました。その評判は当時の新聞、昭和10年3月5日の大阪朝日新聞にも紹介され、各地から南根区に視察団が相次ぎました。また大正10年、有栖川宮家、戦勝六年三州で全国に紹介されています。平島医師は当南根区で療養を開業して、今年で長老6年を過ぎました。戦争で昭和19年、内地へ疎開し、その後、当地に一度も帰っておられません。顕彰碑を建立し、貢献された遺志を大切にして、奄美、喜界島の方々とも将来において交流を深めていきたいです。はい、少しまたお願いします。
で大正時代にそういうふうな功績を残した方の新聞が新聞に載っております。これは昭和の10年に稲峰区が全国版の片隅に載っております。こういう紹介がされております。そしてその平島氏はこういう地域利用にも貢献されたということで、これ有栖の宮、宮家ですね、宮家の方からも選奨されて全国に名を広まっておりますね。稲峰区はどうしたいかというと、その功績今までなかったんですけれども、文章の中にしかなかったんですが、こういう感じの検証碑を建てて、子どもたちがまた喜界島とか遠いところの人たちが来て活躍したということを記憶にあれば、また自分たちも頑張っていくんじゃないかということで計画をしております。この写真は、調査をしている写真ですね。聞き取り調査です。こういうことがあったということがまずもう記憶にあまり残ってないので尋ね歩きました。以上です。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。審査員の方、質問があれば挙手でよろしくお願いいたします。中学生の社会学習ができるとありますが、平島医師のことを語り継げる方などいらっしゃいますか。はい、私ですね。でそれは80歳以上の方とかは、稲峰区にそういう方がおったという話は、現に治療を受けたとかね、でそういう先生の話、馬に乗って診療されていたとか、それからちょっと大酒飲みもあったとか、そういう話もあります。でそういうのは聞けますね。今生きていらっしゃる方はもう高齢の方しかいないです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他にいらっしゃいますか。奄美の方と交流するって話でしたが、あれは具体的にはどうですか。はい、いいですか。はい、奄美の方、実はもう連絡を取り合ってですね、今日も後ろ、奄美の方、あちら、今日来てもらっております。でそういう風にやっております。で話を、交流の時に話をしたらですね、自分の地元の大先輩が、こういう沖縄の僻地へ来て医療をされて貢献をされたということで、とても誇りに思っていらっしゃるということで、話を聞いて嬉しく思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。他にありましたらお願いいたします。はい、会費ってあるんですけど、これは一応この了承は得て回収してるんですか。あ、ごめんなさい。区の方からですね、じゃあすぐに持っていこうという話が立ち上がってますので、少し、会員ということで予算もつけてもらったということです。ありがとうございました。はい、他にありますでしょうか。はい、お願いいたします。関連商品の開発の検討ってあるんですけど、はい、大まかな案とかはありますか。はい、今のところ実はありません。これはですね、なぜそう書いたかと言いますと、この木がもしできればですね、奄美は今世界遺産ということで、注目を帯びておりますね。それから南城市の製版滝もそういう関連があって、そこの方で
もし紹介できれば、稲峰国こんな風にできました浜見のホール の, そのお客さん、向こう男女駅というんでしょうかね、そういうところで紹介できないかなということで、もしできればあの町、観光商工会でしょうかね、あそこの方とも相談を持ちかけてきてみようかと思っています。ありがとうございました。はい、他にありますでしょうか。大丈夫ですか。はい、じゃあもうそろそろ時間になりましたので、これで質疑応答の方も締め切らせていただきたいと思います。はい、それでは稲見肉の皆さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、では審査員の方、また審査の整理の方よろしくお願いいたします。続きまして、佐敷自治会の皆様、準備の方よろしくお願いいたします。